皆さん、こんにちは、こんばんは、たけちゃんこと、竹下明俊と申します。今日も動画を見てくださいまして、どうもありがとうございます。今日は、ゆでがえる理論っていうのを、説明したいと思います。このゆでがえる理論って皆さんご存知でしょうか？まあ、知ってる人は知ってますけど、最初、なんだこれって思ったんですけど、聞いて納得したものです。動画を見ていただいた方の最後にプレゼントなどございますので、どうぞ最後までご覧ください。よろしくお願いします。皆さんはゆでがえる理論っていうのを知っておりますか？カエルをいきなり熱湯に入れると、ビョーンってびっくりして飛び上がって逃げてしまいますが、最初は、まあ、常温の、カエルが気持ちいい温度の水の中に入れて、徐々に熱していくんですよ。そうすると、その水温にだんだん慣れてしまって、もう最後に熱湯になった時には、もう、飛び跳ねることもできずに、完全に茹で上がってしまうようなことです。これを人間に例えるとサラリーマンですね。まあ、僕もサラリーマンやりながらネットビジネスやってるんですが、毎日惰性で過ごして、向上心もなくなってしまいます。まあ、出世もいいやとか、毎日、こう、会社行って、終わって、帰ってきて、まあ、飲み屋行って、愚痴吐いて、みたいな、そういうような毎日惰性で過ごしてしまうのは、もうサラリーマンでしたら、もはや末期症状に近いですね。もし、こう、サラリーマンの方で、ぬるま湯生活に使っているのであれば、茹で上がってしまう前に抜け出してもらいたいっていうのが、もらいたいです。それで、僕もずっとこんな感じの生活をしてたんですが、会社行って、働いて、本当拘束時間も長い会社ですので、ただ、惰性でっていうか、毎日日々、同じようなことをやって、同じパターンでずっと過ごしてきました。本当、もう、それ以外何にもやることもないし、まあ、それに満足してるわけでもないけど、何か変えようっていう、そういう気力もないっていう、そういう状態だったんですが、まあ、自分はたまたま去年、一昨年ですね、ネットビジネスに出会って、結構マインド系のことを勉強して、させていただいたから、こういうこと気づいて、それで、自分変えたいってことでネットビジネス続けてるんですけど、稼げる、ネットビジネスは稼げるっていうのもあるんですが、こういったマインド系のこともすごい学ぶことができて、本当に良かったなと思います。そのまんまネットビジネスに出会わなかったら、多分、茹で上がって、もう、何もやる気も起きないでそのまんま人生何もつまらないっていうのかな。そういう人生で終わってたんだろうなって今は思っております。なので、こういうことに気づいてよかったなって思っております。皆さんも、まだ気づいてないようでしたら、早めに何か行動を起こす、まずは、ちっちゃなことでいいんで行動を起こして人生変えていってもらいたいと思います。じゃ、今日、最初に言ったプレゼントなんですが、今自分、新しくバイナリーオプションのコミュニティに入って学んでるんですが、そちらの講師陣の、コミュニティの講師の方々が、無料で、なんかバイナリーオプションの無料講座を今開催しておりまして、まあ、ブートがお金払って学んでるものと同じような内容を無料で学べるので、ぜひ、そちらを登録して受け取ってもらいたいので、それを受け取りたい場合は、この LINE アット、僕の LINE アット、説明文のところに、リンクも貼ってありますので、それを、そこから、無料講座希望とかコメントいただければ、申し込みファイルをお送りしますので、ぜひ、この機会に、もう滅多にないチャンスですんで、ぜひ、申し込んで
ください。では、動画を最後まで見ていただきまして、どうもありがとうございます。それでは、失礼します。